結果発表をしていきたいと思います。いきます。別のものが一緒に入ってたんですよ。結果はこうなりました。ということで始まりましたもちゃちチャンネル。さあ今回はですね第280回でしたっけ忘れしまった。バッテロップに出てるでしょ。はい、トイック公開テストですね、2月何日か忘れてしまったの午前に受けたものの結果発表をしていきたいと思います。はい、それとね、ちょっとね、まあこういつも中に届いたんですけど、別のものが一緒に入ってたんですよ。これが入ってた。なんだこれ、トイック受験者限定プレゼントって書いてある。そんなのあった？なんか申し込みしたのかな、覚えてないんですけど、申し込んだとか。開けてみますね、とりあえず。なんだこれ、 TOEIC Test Listening and Reading Speaking and Writing 2021。 2021年に TOEIC L&R と TOEIC S&W を受験された皆様へ、聞く読む話す書くバランスのいい英語力の向上に、 TOEIC Listening and Reading Test と TOEIC Speaking and Writing Test をご活用いただいたことへの感謝の気持ちを込めて記念ステッカーをお送りします。え、これからも英語力向上のパートナーとして TOEIC プログラムをよろしくお願いいたします。これ？え？これ？え、これなの？あ、特別バウチャープレゼントだ。おー、TOEIC リスニング&リーディング7810円のテストを6000円で申し込めるバウチャーコードプレゼント。あ、それに書いてあったのか。あ、そうだったの？もうさっき申し込んじゃったよ、TOEIC。5月のやつ。ユーテラの動画にトイック申し込みましたかって来てたから、あ、申し込んでないやって思って申し込んじゃったよ。なんてこったい、なんて日だ。ということで7810円のやつが6000円で申し込めるっていうやつでした。ああ、そういうことだったのね。びっくりしたこれだけかと思った。これだけのためわざと送ってきたのかなと思ったら割引券でした。じゃあこれ外側のやつ捨てちゃダメなんだね。いえー、これだってさ、6月までこのバウチャー使うために取っとかなきゃいけないわけでしょ。写真撮っとけばいいんだ、念のため。捨てちゃった時のために。なんだ、そういうことだったのか。まあもしかしたら誰かにあげてもいいかな。はい、じゃあいきます。はい、こちら見ていきたいと思います。さっきね、一応2月の動画見たんですよ。どういう感想かっていうのをね見たら、いや結構簡単だったって言ってましたね。リスニングはただ隣の人のなんか音で、2人掛けで隣の人の音で1問聞こえなかったって言ってましたね。ただリーディングはだいぶ簡単に感じたと言ってました。ただ簡単に感じる時ほど取りにくいので、まあ取りにくいって言ってた、取りにくい、はい、取りにくいんですよ。やっぱり難しい時ほど間違えてもなんて偏差値ですから、一種のね、はい、だからね、全問正解しなきゃいけない時とか出てきちゃうんで、リーディングとかね、まあ簡単な時は嫌だな。はい、いきましょう。お、なんか CM 違う。 TOEIC 公式 e-learning とか出てる。へえー、そんなのあるのは知ってたけど CM してあげないよではいきましょう。いつもの見方ね、はい、公式問題集の CM じゃなくなった。それでは行きましょう。第288回の TOEIC 公開テストの結果いきましょう。96回だもんね今ね、だから97回目取れるのかってことです。はい、では行きます、はい、結果はこうなりました。お、満点です。やりました、97回目の満点取ることできました。やったでー。はい、97きた。お、取れた、よかった。破るのをね期待してる皆さん残念でした。はい、今回は破りませんでした、よかった。では、そうですね、アビリティーズメジャーと正答率の方に行きたいと思いますね。はい、今回は一体どんな正答率で満点だったんでしょう。見ていきましょう。まずじゃあリスニングいきます。こんな感じです。お、なんだろう、100、100、100、98、100。うわー、やっぱ1問ミスってるんだね。言ってたパート3か4のとこで言ってたもんね、1個聞こえなかったって。うわー、1問かー。いやー、隣の人めっちゃ恨むわー。そうかー、悔しい、悔しいです。あー、残念。ではリーディング行きましょう。リーディングのアビメはこうなりました。どうなってんの。
100、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 100
リスニングで1問ミス。いやー、そっちの方が、リスニング正解する方が簡単なんだよ。リスニング全問正解の方が簡単なんですよ。そっかー、いや、もったいな、全問正解できたなー、今回。リーディング全問正解の方が圧倒的に難しいんですよ。リーディングせっかく全問正解したのに、リスニングダメだったかー。そういうことです。こういう風にね、どうしてもね、こういう運的な要素が出てきてしまうんだよね。まさかその聞き逃した一問だけだったとは、悔やまれるなぁ。でも横に座ってた人がどんな人だったか、顔とかも何にも覚えてないや、もう恨みようもないわ、つう感じになりました。いやー、そうか。なるほどね、こういう結果になりました。はい、2月、次回ですね、3月の結果が出て、いよいよ2021年度がおしまいになります。悔しいな、残念。まあでも満点だったんでね、よかったね。満点なのに悔しがったらおかしな話じゃない。はい、ということで97回目の満点を取ることができました。トイックのね、勉強法に関してはトイックルートの参考書出てますので、そちら見てください。そして、アビリティーズメジャーとね、はい、どういう風になってるのこれっていうのね、多分皆さん持ってて、これ見方わかんないよってなってると思うので、そのアビリティーズメジャーの動画は、トイックの結果書いてきた人は必ず見といてください。どういう風になっているのか、どこが自分が苦手なのかっていうのがわかるようになりますので、はい、そちらを見てみてください。トイックに関しては今参考書を執筆中でございます。はい、一応問題とか解説とかすべて書き終わったんですけど、ちょっとね、ただ写真変えようって言って、さっき1問変更することが決まったので、その写真変わっちゃったら当然選択肢変えないといけないので、パート1なので、ちょっと1問やり直しという形になっております。で、全問に動画解説がつきます。なんでちょっと安い本ではないと思います、残念ながら。はい、その全部に動画撮影するんで、その分ちょっと値段もいってしまうんですけども、初の自費出版でございますね。いわゆる書店とかではない本になりますね。なので、動画解説とかが全部ついてるというものになります。そちらの、本を書いておりますので、ぜひご購入いただければいいんじゃないかなと思います。最新の情報を入れることができますので、最近のトイックについての話がいろいろと入る動画になりますので、僕のセミナーに来ているっていう感覚でぜひ見ていただければいいんじゃないかと思いますので、はい。今気づいたけど、今日マイクつけてない。なんてこった。じゃあ音声、ちょっと音質悪いかもしれないですね。すいません。こんな時に、やっちまったよ。あとは、それぞれですね、メンバーシップであれば、レベル2の方では、はい、トイック授業を見ることできますので、はい、そちらでぜひ見ていただければいいんじゃないかと思います。そして、高橋さんのトイック600点プロジェクトですね、続報の方も、近日撮影予定になっておりますので、そちらも楽しみにしてください。あ、そうか。このバウチャーあげればいいのか。あげればいいのかって別に、他人使えんのかわかんないな、このバウチャー。スピーキング&ライティング受けてないと使えないのかな、このバウチャーは。使えないかもね、坂上さん。という形になります。ご視聴ありがとうございました。いやー、よかった。取れた。嬉しい。